南圭介は、日本の実業家。元東京建物株式、会社代表取締役社長、会長、元東京建物不動産、販売代表取締役社長、株式会社東京建物アメニティサポート、取締役会長、元株式会社 J ゴルフ代表取締役。社団法人不動産協会副理事長、不動産公正取引協議会連合会会長。 社団法人首都圏不動産公正取引協議会会長社団法人日本ビルジング協会連合会副会長ロングライフビル推進協会代表理事副会長社団法人不動産流通経営協会理事社団法人中小企業研究センター理事社団法人不動産証券化協会理事財団法人日本住宅総合センター評議員 日本ビル経営管理士会副会長。東京都生まれ。1958年一橋大学小学部、卒業。同年株式会社富士銀行入校。1986年、同校取締役。1991年同校、副頭取。1994年同校常め館。1995年富士銀行監査役権。 東京建物株式会社取締役特別顧問。1997年同社、代表取締役社長就任。3代続けて、富士銀行出身の社長となった。2005年東京建物不動産販売株式、会社代表取締役社長兼務。2006年、東京建物株式会社取締役会長。2009年東京建物投資有限公施設立。 同代表就任。1997年に成功グループから墨田区錦市町の工場跡地を買い取り、2002年から再開発に着工し、織りなすを完成させた。霞が関 R7 プロジェクトでも東京建物が体制建設と並び中心的な役割を果たし、霞が関コモンゲートを完成させた。不動産証券化の重要性を早くから強調し、 1998年には国内で初の資産の流動化に関する法律に基づく不動産証券化第1号登録を取得。SPC を用いた開発、流動化による収益等を増やした。また、不動産売買の仲介やビル管理などの手数料ビジネスを不動産の賃貸、分譲などと並ぶ収益の柱に育てた。2010年不動産。 厚生取引協議会連合会会長、社団法人首都圏不動産厚生取引協議会会長、2011年、ロングライフビル推進協会代表理事、副会長、2012年東京建物会長退任、同社相談役就任、2015年3月同社特別訪問、2016年11月肝細胞癌の試し去、80歳没、 元東京建物社長の南、ケ介さん指揮朝日新聞デジタル2016年11月12日付2006年2月16日、日経産業新聞2002年12月17日、日経産業新聞2007年3月19日、日経産業新聞2008年6月2日、日本経済新聞2005年4月27日、日経金融新聞、ありがとうございます。